はい、こんにちは、こんばんは、まこきたさんです。本日3月31日、水曜日であります。はい、ということで、今日の、お茶碗、第83話では、2代目天海天海が、団員に対しまして、家庭劇は解散するというふうに、発言するわけですが、この辺はちょっと史実とは異なる描写であるので、どこが違うのかというのも含めまして、松竹新喜劇ができるまでどのようなことが起きていたのかということについてまとめてみましたので、紹介していきたいと思います。はい、それではよろしくお願いします。はい、ということで、ドラマ中では、鶴亀家庭劇として、松竹家庭劇での出来事が描かれているわけですが、今後、松竹家庭劇は、松竹新喜劇として新しく生まれ変わります。その前に起きた4つの大きな出来事がありますので、紹介していきたいと思います。まず、昭和20年3月に藤山甘美が、皇宮慰安隊として満州に出征する出来事であります。そして昭和20年8月、太平洋戦争が終戦を迎えます。そして昭和22年、2代目渋谷天外と浪花千栄子が松竹家庭劇を退団し、劇団スイートホームを旗揚げし、昭和23年に劇団名を新家庭というふうに改名したということになります。ということで、この辺がドラマ上での描写と違う点であります。2代目渋谷天外は、松竹家庭劇を退団することになるので、その松竹家庭劇を解散するということはできないわけですが、ドラマ中ではその鶴亀家庭劇の座長である2代目天海天海が、鶴亀家庭劇を解散するというふうに今日は描かれていました。はい、続きまして、昭和23年11月、喜劇王曽我五郎が他界するという出来事であります。おそらくこの4つの出来事で一番大きな出来事であったものであると思われ、この曽我五郎の他界が松竹新喜劇の再編に大きく左右したものと思われます。はい、ということで、まず昭和20年3月、藤山甘美さんが皇宮慰安隊として満州に出征した出来事について触れていきたいと思います。なぜも終戦間近に出征したのかっていうのは、戦争を経験している人たちは、いつ戦争が終わるのかっていうのが分からなかったというのが前提にありますんで、そういったことで藤山甘美さんは出征したということになります。そして、藤山甘美さんが、なぜ、志願したかっていう理由は、2つあります。16歳の甘美は、同じ世代の若者が予科練に志願する中、喜劇俳優を続けるのが精神的にもきつかったというふうに言ってらっしゃいます。そして、慰問隊の日給は松竹家庭劇よりもよく約2倍であったとも言ってらっしゃいました。ということで、この2番目の日給の件に関しては、藤山甘美さんが、喜劇役者ということで、笑いを取りたいために、おっしゃったのかなというふうには思います。しかし、戦争が終わった、昭和20年8月以降も、藤山甘美さんはソ連に抑留され、その間はキャバレーのボーイや靴磨き、芝居、ブローカーなどをしながら生き延び、日本に帰国したのは昭和22年の秋になってしまったということであります。その後、昭和22年、帰国した甘美は師匠、2代目渋谷天外の劇団スイートホームに合流するということで、ここであれと思われた方はいらっしゃると思いますが、2代目天外の松竹家庭劇ではなく、なぜスイートホームなのかというところは、その今後は述べていきたいと思います。
はい、ということで、次の出来事としましては、昭和20年8月に太平洋戦争が終戦するということであります。終戦は GHQ によって日本の民主化がどんどんと進んでいく時代に突入していくということであります。そして今までより表現活動が制限されていた戦時中よりも、喜劇などの興行はだんだんと追い風になっていく時代でもあります。そして再びエンターテインメント業界が再始動する時代へと移っていくわけであります。はい、続きまして、昭和22年2代目渋谷天外と浪花千栄子が松竹家庭劇を退団し、劇団スイートホームを旗揚げし、昭和23年に劇団名を新家庭というふうに改名したという出来事が起こりました。曽我の東郷との喧嘩がきっかけとなって、2代目渋谷天外は浪花千栄子と共に松竹家庭劇を退団し、スイートホームという別の一座を旗揚げすることになります。ということで、ドラマ中では鶴亀家庭劇に2代目天海天海がずっといて、家庭劇は解散するというふうに今日はドラマ中で描かれていたわけですが、この辺が史実とは異なっていまして、2代目渋谷天外は一回松竹家庭劇から退団するということになります。そこへ満州から帰国した藤山寛美が合流することになるということであります。そして昭和23年、一座の名称を新家庭というふうに改名したようであります。はい、ということで、続きまして、昭和23年11月、喜劇王曽我五郎が他界するという出来事が起こります。おそらくこの出来事が一番大きな、ものだったのではないでしょうか。長らく喜劇王の座に君臨していた曽我五郎が他界したということで、座長を失った五郎一座は求心力を失い、急激に低迷していくことが予想されました。そこで動いたのは松竹の社長、白井松次郎であります。では具体的にどのように動いたのでしょうかというところですが、はい、それでは白井松次郎さんは、どのように喜劇団を再編したのでしょうかということですが、まず、曽我五郎が亡くなった後の五郎一座の残党であります。この中には、曽我五郎八さんという方がいらっしゃいまして、この方が今後ドラマ中では藤山千次郎さんが演じられる曽我万歳役として登場することになっております。そして2代目天外浪花千栄子が退団した松竹家庭劇では、ここには座長として東郷が、曽我東郷がいている状態になっております。続いて、新しく旗揚げした2代目天外浪花千栄子、藤山寛美らによる新家庭という、この3つの喜劇団を再編成したわけであります。当時の白井松次郎は、3つの座を統合し一本化するというふうに命令を出しまして、これらの3つの喜劇団は松竹新喜劇として旗揚げされます。この旗揚げは昭和23年12月ということで、曽我五郎が他界してからわずか1ヶ月で立ち上がったということでありますから、この白井松次郎さんの命令は絶対的であったのではないかなと思いますし、この松竹新喜劇ができたからこそ、その後、藤山寛美や二代目天外などで盛り上がっていくものと思われます。はい、ということで、ドラマ上では終戦を迎える時期がちょうど描かれているわけですが、この時期は松竹においても激動の年となります。
今回はちょうどこの時期に曽我直江五郎が他界したのをきっかけに、松竹の社長白井松次郎の鶴の一声で喜劇団が再編され、松竹新喜劇が旗揚げされることになった史実について紹介していきました。はい、ということで最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録コメントも非常に励みになりますのでよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。まこきたさんでした。